おはようございます、こんにちは、こんばんは、かんだまです。本日はですね、2024年肌活を頑張っているかんだまなんですけれども、はい、これでも頑張っております。その私がこの2024年の上半期使っていていいなって思うものを、洗顔の工程からスキンケアの工程までバッとご紹介していきたいと思います。じゃあまず洗顔から、パーフェクトホイップ。高校生くらいの時からもうずーっとこれです。ちょっと気になるものだったり、案件のお仕事で他のものを使うっていうタイミングもちらほらありましたが、でも結果的にずっとこれです。で、今はピンクのタイプ使ってますが、これ潤い系ね、潤い系のやつなんだけど、普通にブルーのやつをメインでずっと使っております。で、洗顔をするときは必ずネットを使っているんですけれども、100均のとかじゃなくて、これフィービーです。バチロレッテにも出てた尾崎さんがやられているやつ。そこがスキンケアシリーズもね、いろいろ出してんだけど、のネットを使っておりまして、これがね、すごく細かな、きめ細かな泡ができるんですよ。から100均に売っているネットとは一味違う弾力のある泡ができます。からお気に入りです。で、まあ朝は私洗顔料使わないんですよ。水で顔を濡らすだけ。夜洗顔ちゃんとしてます。朝ね、洗顔料使わなくなったタイミングっていうのはいつからか忘れたけど、肌の調子に悪影響はないです。むしろ何も変わらんし、朝の工数が少なくなってとっても楽で嬉しいです。はい、今このフィービーのネットでやった泡ができましたが、もともとパーフェクトホイップがすごいホイップクリームみたいな泡が立つのはもちろんなんだけど、それに加えてこのフィービーで泡立てることで、めちゃめちゃもうめちゃめちゃ弾力のある泡ができます。で、この泡を作ることで肌をこすらずに泡の弾力でこう顔を洗えるっていうのでね、めちゃめちゃ気に入っております。やっぱ摩擦怖いんでね、とか言いながら化粧の時結構ガシガシやっちゃうタイプなんだけどさ。で、基本的にこの泡でこうやって洗うんだけど、あのめっちゃ化粧した日とかあんじゃん。私がそういうちゃんとしっかりお肌洗いたいなっていう時に使ってんのがフォレオです。でん、フォレオ出会ったのはこの YouTube の案件動画きっかけなんだけど、私案件受ける時に2週間くらい、最低2週間かな、試しに使わせていただいてから、あの引き受けるかどうかね、ちょっと生意気ながらに決めさせていただいてるんですけど、これはもう使ってみてめちゃめちゃいいっていうので引き受けさせていただいた顔洗うマシーンなんだけど、もうね、柔らかいシリコンがここにバーってついてて、もうとんでもない数振動して顔洗えるやつなんだけど、実はこれ2代目でして、1代目がもうずっとお風呂に置いといてさ、私もそんなマメな性格じゃないから、ちょっとね、汚くなっちゃって、こう汚いのがさ落ちなくなっちゃって、これ2代目になっております。現在これでこうやって洗うわけですよ。ウィーンって、めちゃめちゃ気に入ってます。で、今普通に洗顔して拭き取りましたが、普段朝はその水だけでしょ。で、夜はお風呂場でこう洗顔、こう体を洗いつつ洗顔しつつで出てくるわけなんだけど、その瞬間にこのユンスを塗ります。生ビタミンみたいに言われてるやつ。これインスタグラマーの方たちがすごく案件をやられてて、知ってる方多いと思います。私も案件どうですかって連絡が来たうちの一人です。だけどみんなが一斉に上げ出しすぎてて、これなんかちょっと逆に怪しすぎて嫌だと思ってその商品の良し悪し関係なくね、まあとりあえず仕事は断ったんだけど、物はさ使ってみるわけじゃん。めっちゃ良くてこれ今使いかけで、もうストックも用意してるっていうくらい、洗顔後は必ずって感じでやってますね。まあ朝はちょっとめんどくさくてやんない時あるけど、夜は今ずっと大体使ってます。効果は分かんない、正直分かんない。これ以外にもいろいろ使っちゃってるから、これがピンポイントでいいかっつったら分かんないけど、でも考え方を変えると、これを使ってて肌トラブルがないのは確かだから使っている。じゃあこれだから案件じゃないですからね。はい、でですよ、洗顔終わってこれやりました。大体は化粧水乳液その後いきます。なのですが、時間がある時、例えば夜一人でお風呂に入れた時とか、そういう時はパックをします。で、今使うパックはファミュです。ファミュの肌引き締めブースターのやつ使います。ファミュが一番パックの中では好きです。ファミュの何でもいいです。あのキメ系のやつでも、とにかくこの
これが好きです。この薄いからさ、このシートでね、シートで貼りやすくしてあるやつ。ちょっとね、目の周りはだいぶ開くんで、こうやって。なんかパックに関してはさ、今めぐみさんが美容でさ、バズってるじゃん。でさ、めぐみさんはとにかく毎日パックをっていうのをね、推奨してるけど、人によってはパックをしすぎると肌荒れすると思うんですよね、逆に。その実際にさ、めぐみさんの本をさ、持ちながらさ、女子会4人でした時4分の2は毎日パックいけて、4分の2は毎日パックは逆に荒れるってなってて、多分私皮膚薄い民なんだけど、そういう人たちは多分荒れやすい、毎日やっちゃうと。だから私もほぼ毎日って感じかな。1日最高1回、1ヶ月毎日やり続けたことはないので分かりませんが、1ヶ月のうちに20日から25日くらいのペースなら私はでも荒れないタイプ。そしてあのパックする時間も10分以上は絶対無理だし、なんなら5、6分で終わらすタイプですね。でこのそうファミはこうやってどんどんこう顔に吸い付いてく使い心地が好きで、あ、ちょっと美容液がねたっぷり余ってるね。あ、でちょっとパックしてる間にクレンジングに関してもご紹介しておくと、今愛用してるというか、まあ1本目なんだけど、無印です、マイルドクレンジング。なんかオイル使っててしばらくの間だけど、化粧品を変えたら落ちが悪くなったのでジェルの方がいいかなって思ってジェルにしたんですよ。最初はビオレとかのその薬局で買えるやつを使ってたんだけど、まあなんかもっと落ちてる感欲しいなと思って、もう評判の無印にしました。後ほど紹介しますが、化粧水乳液も無印なので、私定期的に無印にやっぱ行くので買いやすいっていうのもあるし、値段もお手頃だし、とにかくビオレとかのジェルに比べたらもう粘着がすごい、もう弾力のあるねっとり系のジェルだから、しっかり汚れを絡み取ってくれるというか、すごくね使い心地がいいです。でなんかいろいろ配合してますっていうので肌にもいいなって思ったんで使っておりますね。これが基本使ってるやつで、うわー今日ちょっとお風呂入るのめんどくさいわっていう時に使ってんのがこの I'm Your Hero。 これ友達のおすすめで買ったんかな。はい、使ってみてます。これなんかさ、何度も洗って使えるコットンみたいなやつがあったんだけど、それは使ってないですで、もう一個はこれ視聴者さんが誕生日に今年くださったやつ、ありがとうございます。クレドポーボーテの、メイク落としシート。このメイク落としシート、やっぱクレドポーテ、クレドさんすごいよね。なんかあのね、突っ張らない、あの保湿しながら落としてくれる感じがすごくいいです。だからなんかみずみずしい感じになります、化粧落としなのにっていう。まあこちらの3つを最近扱ってます。まあメインはほんとこれですね。というわけで、もうそろもう取っちゃうので移動します。はーい、パック取りました。でパックを取ったら化粧水乳液でございます。普段メインで使っている化粧水は、無印この高保湿タイプですね。敏感肌用高保湿タイプで、乳液も、無印敏感肌用しっとりタイプ、この2つがメインです。ただですよ、もういい年齢なので SK2 同時で使ってます。同時並行で SK2 はそれこそ案件のご依頼をいただきまして、それまで使ったことなかったんだけど、使ってみて1本使い切る頃にはなんか周りの人から、神田さんは肌の波がなくなりましたねってすごい言われるようになって、揺らぎ肌これで解消したみたいな感じで、もうそっから信者になって使っております。ただ高いからこれを朝晩使う度胸がまだなくてから、時間がある時はこれを使ってるって感じで、さらに詳細を言うと、この2つを使う時はさっきのピンクのユンスとかは使わない。今日は時間あるわ、でもパックするまでじゃないわ、ちょっとちゃんとしっかり肌を潤わすとこっていう時に使うみたいな感じです。とりあえず今は無印の化粧水と乳液をつけておきます。ほいでーほいでー。
ポリ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 。あ、そう、ちなみに SK2 はね、使ってる人はご存知だと思いますが、匂いが独特です。使い始めた時はうってなりました。慣れちゃうと恋しくなります、これの匂いが。で、夜寝る前につけるものを次紹介したいんだけど、その前に夜時間あるなっていう時のスペシャルケア用として、こちらのスチーマーあります。これはサロニアですね。このサロニアは去年サロニアさんからいただいたのかな。もともと違うやつ持ってたんだけど、やっぱ性能とかも今発売しているものよりはこうなんか機能が少ないというか、からこれをいただいてからこっちを使っております。あとビジュアルが好きです。で、これがね、この後ろのところに手が滑ってる水を入れるところがあるので、とりあえず水入れてきます。水入れて、これなんかスキンケアモードとかいろいろあって、ここに化粧水を入れられるんだよね。からこの無印の化粧水とか入れて、スキンケアモードにするとこの化粧水が浴びれるのよ、最後に。だから今日はちょっとせっかくスキンケア系をご紹介しているので、これもしながらちょっと語りたいと思います。スタート。スキンケアモードにしました。はい、じゃあちょっとこれがいろいろと吹き出てくると思うんだけど、その間に夜寝る前に使っているものたち、メインはこちらです。でん、こちらの 1,2,3,4,5 個と、ベースはエイジングケア薬用リンクルケアクリームマスクっていう無印良品です。これだいぶ前に成分がその高級クリームと一緒だっていうのでバズってると思うんですけど、私これを使っております。昨日の夜もこれでした。すごくねっとりとしたクリームで、こう寝てる間数時間かけて肌に浸透していくんじゃないかレベルで、結構もっちりねっとりしたクリーム、リンクルケアクリームマスクってなってるけど、本当にマスクみたいな感覚です。なんかもっちりねっとりで、肌一つ一つのこの細胞にしっかりフィットしていくだろうなっていうくらい、結構弾力のある固めのクリームって言ったらいいのかな。なのでこうなんか私すごい乾燥肌なんだけど、これを塗るとしっかりと潤ってくれてるなっていうのが感じて好きなので、あとそのさっきも言った通り、無印によく行く身としてはやっぱ買いやすい、定期的に行くっていうのが無印良品はなってるから、定期的に普通うわ買い忘れたがなくなるっていうので継続して使いやすいので、こちらを使っております。と、もう一個がこれ友達からの誕生日プレゼントでもらったんだけど、コスメデコルテリポソームアドバンストリペアクリーム。これはお顔を老けさせないクリームって私は勝手に思ってるんだけど、テクスチャーとしては滑らかなクリームですね。こんな感じよね、伸びのいいクリームなんだけどさ、これを塗って寝るとなんか塗った時のまま朝を迎えてくれるというか、なんかさ、やっぱシワとかいっぱい私あるんですけど、そういうのとかなんか作らずに、この塗った時の形状をそのまんま維持して朝を迎えてくれる感じだから、なんか朝起きた時に肌がこう張りがすごいというか、それがすごく気に入っていて、だからアンチエイジングっていうか、本当時を止めてくれるクリームみたいな感じで思って使ってます。で、やっぱこれもただお高めクリームなので、毎日っていうわけではないし、肌的にもこれを毎日干しているわけではないので、この辺使い分けて、日によって変えて使っております。で、あとは美容液ですね。塩水のスキンケアセラムとハリッチプレミアムのプレミアムリッチプラス、この2つ大好きですこの塩水は案件で最初知っていいなって思ったから使い始めてるんだけど、自宅ってよりかは今私フィールサイクル、暗闇で自転車漕ぐやつに週1行ってるのね。それのシャワー浴びた後とかにパンパンってつけたりしてたり、あと旅行に持ってってるっていうのもあるんだけど、なんかつけてると安心、そしてなんかこの使われている香りがすごい好きで、なんかストレスとかをこうなんか和らいでくれるような確か匂いを使っているんだよねちょっと今これ PR の動画じゃないから正確には覚えてないんだけど、うわ来た来た、今すいません、今化粧水が
噴射されてます。そう、このスキンケアモードはある程度スチームが終わった後に、肌を温めた後にさっき入れた化粧水をピャーって飛ばしてくれるのよ。私これ一人暮らしだったら毎日のようにやってる。だって、ああ、終わった。スチームやってる間も携帯いじれるじゃん。で、頃合いを見てさ、こうやって化粧水をさ、噴射してくれるわけじゃん。ああ。で、この化粧水が終わったらさ、乳液つければいいわけじゃん。うん。もういいよ。で、この、ハリッチプレミアム。こっちに関しては、もう疲れて何もしたくない時っていう、もう、pH0。に近い時にこれさえ塗っとけば顔が安心なんです。これに出会ったのは、私もともとここ数年間ずっと美容針行ってて、ハリッチに。でそこで知って、美容針通い定期的に通いながらこれ使ってたんだけど、今はもう美容針に定期的に通うっていうのがちょっとライフスタイル上ちょっとね優先順位が下がっていけてないんですけど、これだけはずっと継続してます。でなんかそのさっき言った、もう私本当に今日頑張った日とか、本当疲れ果ててしまってる時って、例えば本当お仕事残業が遅くなった日とかもそうだし、あとはもう飲み行って帰ってきた後、もう酔いもあるし、スキンケア何も頑張らないっていう時は、それこそシートとかで化粧落としてちょっと顔濡らして、このハリッチプレミアムをピッ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 ってやって終わりっていうくらい、これ一本ですごく安心感のあるアイテムですね。さらにはこれ、化粧した上からでも全然いけるから、一日こもる日とか夕方くらいにこれをなんか軽くパンパンって塗ることもあります。これはもうずっと使ってます。何本リピートしたか分かりません。ともう一個が、これ韓国のレチノール。ただこれね、今ね買えないんですよ。ウェブで探しても出てこない。韓国語打てないからか知らんけど、じゃこれが終わったら終わっちゃうんだけど、肌が強い人でも即効性を実感するっていうのがレチノールだと思うんだけど、私これ妊娠中に肌が荒れやすいタイプで、これでとにかく肌が荒れちゃう時は抑えてたって言っても過言ではないくらいこれに頼ってました。今も毎日は使わないけど、なんか起爆剤みたいな感じでお肌をちょっとやばいなっていう時に塗ってるっていうのと、あと大事な撮影前とかちょっと気合い入れちゃう仕事前とかはこれを塗って寝てます。パーンってこうなんか弾けるような張り感というか、なんかお肌が元気になる感じがやっぱしますね。から好きですなんかアイハーブとかで買えるさ、瓶のレチノールは原液っぽいって言ったらいいのかな、なんか肌荒れてしまってダメだったんだけど、これはいけてるこれはいけてますから好きですっていう感じかな。ちょっとハリッチを上からやっときます。塗りたくってるけどその他にも使っているものがあるんでちょっとご紹介しますね。まずボディクリーム、ワセリン。これもちょっと前に案件でご紹介はしてますが、これは案件が後追いで、ずっと私はワセリンをボディクリームで使ってて、で最近このワセリンに変えたんだよ。でそのタイミングで案件をいただいたので、あ全然普段使ってるからぜひっつって引き受けたみたいな感じなんだけど、これがね、そうボディクリームなのよ。ボディクリームなので、ワセリンのボディクリームをなんで長年愛用してるかって、本当に保湿する感じがもう求めているものだから、もう保湿 OK、 もう保湿完璧みたいな感じで使ってんだけど、で敏感肌用ね、これがね、これが全身いけんのよ。顔もいけんの。子供と二人きりの夜ってお風呂上がりまあ大変なのよ。最近はもうね、第一次反抗期も始まっているので、日々何もこちらの思うようにいかないんですけど、そんな時にお風呂上がりのそのさっきのユンスとか絶対無理、化粧水とかも絶対無理、とりあえずこれをプッシュして顔にバー塗りたくって、その延長で体にもバーって塗りたくって、チビ玉と一緒にお風呂上がりいろいろやるみたいな感じで助けられてんだよね。そうで顔にも使えて、顔もしっかり保湿できてお気に入りだから、これは今紹介しておきますと。毛穴ケア系、私が使ってんのはナイルって読むのかな、の泥っぽいやつ、炭っぽいやつ。今までさビオレだっけ、シート貼ってペリペリするやつ使ってたの、いちご花撃退みたいなやつ。2024年肌活頑張る私、この辺傷つけちゃあれだなと思って
って探してて出会ったのがこのスキンケアクレイパックってやつなんだけど、これがくっつけて剥がすんじゃなくて、そういうなんだろう、いちご花とかのそのつぶつぶを浮かせてくれるものなの。この塗り心地としてはこういうさやつなんだけど、これを毛穴が気になるところに塗っとくとどん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 浮かせてくれて、まあ一回じゃ毛穴は綺麗になったなっていう感じはしないけど、1週間に1回くらい、まあもうちょい早くて 4,5 日に1回くらいこれをやると、なんかこの辺すごいすっきりと目に見える、なんかちょっと目立つものは取れるなみたいな感じで気に入って使っております。はい、時間が経つとね、もうちょっと薄いグレーになってカピカピしだすので、こう洗って流すみたいな感じのやつなんだけど、言うてその 4,5 日に1回1週間に1回を毎週やってるかって言ったらそうじゃなくて、ほんとなんかこの辺ちょっと最近汚れやばいなっていう時に 4,5 日に1回1週間に1回くらいを、まあ、2回繰り返して、うん、OK くらいですね。で、あと、そう、パック。さっきファミュのパックが好きっていうのをお伝えしたんだけど、まあ、お手軽なものとしては、我が家にもルルルンがあります。ルルルンあるんだけど、私さ、目と目の間が 4.1 センチあるくらい目が離れてるんですよね。多分平均 3.89 だと思うんですけど、目が離れてるので、このルルルンのパックがね、なんか、わかります？さ、目の位置がおかしいの。こうやんないといけないっていうのがあって、使ってるし、使い心地も好きだけど、やっぱファミュとかの方が好きかな。伸ばして使うものかもしれないけど、なんかちょっとね、そう。でも、あの、手軽だから持ってるし、今は使っているが、好きか嫌いかって言われたら普通。っていうパックと、もう一個。これプレゼントとかにもおすすめなんだけど、ミースモアリッチパックっていう。これ知ってる人いますか？これ私、それこそプレゼントで誕生日かなんかでいただいたんですよね。このね、2種類入ってて、材料が。で、こう入れてぐるぐる混ぜてこう伸ばして、でもう一個布がついているから、この布でパックしてっていうパックなんだけど、もうね、トーンアップもそうだし、お肌の張りもそうだし、一発でなんかちょっとなんかやったみたいなのがなる。まあ人個人差もちろんあると思うけど、結構私の中で最強だなって思ってしまったパック、私に合ってたんだろうね。し、こういうのってさ、誕生日プレゼントとかちょっとしたお祝いとかでも嬉しいじゃない。で、お値段もそこそこするんですよ。結構する。そこそこっていうか結構する。から、なんか、そういう友達へのギフトっていうのとかね、友人とかお世話になってる人のギフトでいいと思う。まあ、そんな感じです。以上でーす。あとそうだ、なんかスキンケアのお話をすると、美容医療はやられてますかっていうのをね、インスタとかでも聞かれます。今んところやったことあるのは、毛穴を洗浄するやつを2020年に1回やりました。で、2023年、去年、ボトックスを何箇所かに打って、まあ、ちょっと後悔したっていう動画にもしてるんで、見てる方もいると思いますが、出来事があったんですけど、その時に実はフェイシャルトリートメントみたいなやつもやってます。その2種類過去にやったことがあります。可能な限り自力整形で行きたいっていうところがあって、なんかその通うのめんどくさい、いやめんどくさいとか言っちゃいけないんだけど、そこが人と差がつくとこだと思うんだけど、本当にハマっちゃえばね行けるんだけど、なんかうんだし、あとそのやっぱこうやっていろんなねものが出てるから、そういうのを駆使していいものと出会えば一緒かなって思ったり、あとはその34歳、言うて34歳だけどまだ34歳、まだ行きたくないなっていうのは思っていて、なんで可能な限り自力整形していきたいなっていうのが私の掲げるスローガンなので、目指せ自力整形。そうから、今んところは行く予定もないしやるつもりもないですが、いろいろ見てるのはあります。いろいろは見てます。情報は得てるんですけど、今はいいかなっていう感じで、そんなっていうか全然やれてないです。でもまあいいのあったら教えていただきたいし、まあシミ取りはね、ちょっと近々行こうかなとは思っているのですが、まあそんな感じでございます。まあなんか自力整形でさ、一番最初に思い浮かぶのは食べ物だと皆さん思いますが、食べ物が肌に出てくるのって10年後って言われてんだよね。この間私も知ったんだけど。
まあさ、私さマジで好き嫌い激しくて、いや生野菜と果物が本当苦手なんですよ。なんか何で栄養を取ってるって言われたらマジで納豆なんだけど、だ食べ物で自力生計は無理なんで、とりあえずでもいっぱい運動して良さそうな自分に合ったものをお肌に塗って栄養は補充していこうかなと思っております。はい、2024年の上半期でよく使っているアイテムたちのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。